サインポールが青に変わっている、現代風の利用室、昭和時代の床屋地方の利用室店内の位置、例利用所とは、利用の号を行うために設けられた施設、あるいはその建物。日本では、一般的に利用院、利用室、床屋、散髪屋、理髪店とも呼ばれている。利用所と利用所の業務は似ているが、日本の法律では次の通りに、区別されている。 最近は男女とも利用店や美容室の区別を特に意識せずに利用したり、シェービングや美顔のために女性客が利用店を利用する場合も多く、両者の区別は明確でなくなりつつある。多くの利用店の店舗には、店の入り口にサインポールと呼ばれる赤青白の3色で構成された円筒状の看板が螺旋状に回転している。近年は、 サービスや内装で高級感を強調した店、ヘッドスパや顔反り、または低発のみに特化した店舗や10分間程度で、カットのみのサービスを提供する店など多様な業態が登場している。下関市の亀山八幡宮そばにある、床屋発祥の地の非一般的に床屋という呼び名を用いるが、これは、江戸時代の理髪店を上ゆい床と呼んだことに由来する。床屋の発祥は、 山口県下関市と言われており、上結職文結書書によれば、うねめのすけまさゆきが、朝鮮半島の白木人から技術を習得し、上結書を開業したのが、始まりとされる。店の中に床の間を設け、亀山天皇と藤原家を建てつる祭壇があり、人々は、床の間のある店から転じて、床屋という屋号で呼ぶようになったという。うねめのすけは、その後鎌倉に移り、 鎌倉幕府からも徴用されるほどになったと言われている。江戸時代の床屋について詳しくは、神唯の項を参照のこと。三発やいわゆる理髪店は、日本においては、明治維新による文明開化の折に、横浜に開業したものが第一号とされる。利用手法により、以下の項に関して定められており、利用書の解説には、都道府県知事への届け出が必要となる。日本では、 大半の個人経営の店は毎週月曜日を定休日としていた。これは第二次世界大戦中から戦後にあった全国的な電力不足における給電日が月曜日だった名残である。全国的には月曜が多かったが地域により火曜や水曜に設定されており、その地域では各々の給電日に合わせて定休日が設定された。給電日がなくなった後も 過藤競争を避けるため定休日は各地域ごとの利用組合への加入の取り決めとして定められ、給電日をとにした定休日が地域ごとに継承された。現在では特に定休日の規制は存在しないが土日に集客が多いこともあり、以前からの定休日を踏襲している店舗が多い。利用店の定休日、なぜ月曜が多い全国。 利用生活衛生同業組合連合会による解説、利用店、なぜか用定給、給電日に合わせ当週中日新聞。ありがとうございます。